畜生め、なんだって俺の道場には人が来ねえんだろうな。どこが悪いってんだ、いいところしかねえだろな。まず強えだろ、これは間違いねえ、なんたって最強だ。それに有名だよな、大会で活躍したことだってあるし、 CM も打った、技もかっこいいよな、ガドーケンってな。それに何と言っても師範がこの俺、響き段様だ。史上最強にして人望を厚く、とびきりハンサムとまではうぬぼれたが、なんというかほら、ねえねえ見てこれかわいい。いや、かわいいってのもまあ否定はしねえよ、けどほら他にもあんだろ、このにじみ出るいぶし銀の、いやキモいって。そうそうキモい、隠しきれないこのキモさ。てっこら、誰がキモカワだ。ったく、え、なんだこりゃ。こいつはジミー、ジミーじゃねえか。おお、なんじゃなんじゃ、ジミーのマスコットなのかこりゃ。いつの間にやらジミーのやつ人形が出回るぐらい人気者だってのか。大人気か、大人気なのか。やべ、あ、また壊して、待ちなさい、こら。そうか、人気があったのか、そりゃいいぜ、それだ。さくら、頼む。うん、なんです。金貸してくれ、ちょっくら行かなきゃならねえ。
ラン、久しぶりだ。落ちてないな。おお、ジミー、お前こそ、それでこそ最強流よ。俺最強流違う。まあそれはいいや。だいやーそれにしてもジミー大したもんだな、お前ってやつはよ。このブランカちゃん、そうこんなキモい人形でブームを起こすとはな、恐れ入ったぜ。いやブランカちゃんキモくないが。まあそこもいいや。それよりこれだ。じゃじゃーん、最強くん人形だ。やっほージミー、お前に習って大量発注したぜ。なんぼのもんじゃい。最強流をより広めるためにマスコットキャラで子供たちの注目を集めようってすぽよ。あのキモいブランカちゃんでも人気になるなら、この超イカす俺様の人形ならその2倍、いや5倍、いやいや10倍、100倍のブームを巻き起こしたっておかしくねえだろジミー。いやブランカちゃんキモくないが。まあとにかくだ、俺はやるぜ、やってやるぜ。この最強くん人形で世界の子供たちのハートをわしづかみだ。おお、そうだなジミー、ブームを巻き起こして俺たちの最強竜王だな。いや俺最強竜違うが。そんな細かいことはいいんだ、最強竜は最高オブ最高なんだからよ。見てろよ、親父。最強、最高、最強、最高、最強。